今から床屋に行って髪の毛ひげうなげお任せでやってもらってくる。みんな期待して待っててね。お願い。3、2、1、ドーン。床屋行ってきたぞ。どうだ、かっこよくなってイケメンになったろ。イケメンでした。ヒゲはね、剃ってくれなかったんで、ね、ヒゲはね、次回のお楽しみに残しておいてください。頼むぞ。